さんこんにちは、ケンの神田俊明です。今日僕はですね、この青い車、青いイタリア、これに乗ってですね、で、赤い老眼、こんな感じです。で、このですね、バーレーヘッズじゃなくて、なんだここ、バイロンベイ。はい、バイロンベイっていうゴールドコーストからですね、ニューサウスウェールズにやってまいりました。こんな感じですね。上、コウモリうるさいですよね。スズメとね、スズメじゃないな。スズメか。もう、ジュージューうるさいです。藤沢と似てます、だから正直。なんかね、湘南の雰囲気ですね。どちらかというと、開かれた藤沢って感じなんですけども、藤沢の街と海岸がびったりひっついたっていうのが、このバイロンベイの雰囲気じゃないでしょうか。これはね、前の方が。結構音聞こえてきました。サウンズライク、ディスコティックな感じ。あとほら、ワーゲンのあのバス。もうね、このバスがもう見ると懐かしい。70年代の雰囲気、まだ漂ってます。ここから先がですね、このバイロンベイのメインストリートなんですけども、結構、みんな、見てください。ガヤガヤ。ほら、こんなモードです。もうこっちの人ね、遊び好き。もう、おじいさん、おばあさんになっても遊びますからね。もう日本ではありえない。うん。こんな感じです。すごいよ、本当に。こんな感じ。今多分撮影禁止なんで、ここから。今日はね、セントパトリックデーなんで、緑の人がいます。セントパトリックの人が緑のあの帽子もはい、セントパトリックここは愛してくれますね。あ、綺麗な感じで、女の子もかわいい、こんな感じでですね、あそこはクイックシルバーのね、ところに、皆さんいますが、これがメインストリートです。さあ、これからご飯を食べに行ってみたいと思います。それではまた。